はい、エビちゃん久しぶりです。エビプールです。こんにちは。ということで今回もマイクラブやっていきましょう。やべえ、いきなり噛んだ。ちなみに風邪ひいてます。マジでやばい、本当にって感じで、本当喉が痛いですね。で、はい、今回はメッシ不調、困った、こういう時は、はい、パウロディバラ、こんにちはと。パウロディバラ出番です。パウロディバラ使っていきましょう。 CF で88なんでね、正直そんな強くないって思われるかもしれないんですけど、こいつ結構使いやすいっすね。絶好調だったらメッシみたいなところある。ディバラはメッシ、メッシはディバラ、メッシはディバラじゃない。あとはハフェルツっすね。ハフェルツの特徴としては、まああれなんですよね、あのフィジカルがあるオムフ、かつスピードもある、シュートもうまい、マジで神で、すいません、あの訂正するんですけど、訂正じゃない、申し訳ないです、褒め間違えました。これ間違ってなぜかハフェルツ右になっちゃって、デブライネが、トップ下になってるっていうね、いきなりゴールデンコンビとはっていうね動画なんですけどね、まあすいません、27分か8分くらいかな、前半の途中で気づくんで、すいません。ってことでやっていきましょう。行くよ、行くよ、みんな行くよ、みんなマジで行くよ、ここからだよ、ここから行くよ、はい行くよ、はいカットっていうことでやっていきましょう。はい、お願いします。対戦相手の方よろしくお願いします。ということで、あ、やっていきましょう。今回はいつも通り352ですね。352で相手を、倒していきましょう。この語彙力のなさ聞いた、今の352で相手を倒していきましょうっていうね、やばすぎ。で、今回は何を話そうかな。まあ、ハフェルツとね、ちょっと本当ね、このデブライネが、このちょっと、中盤にいるからさ、オムフにいてさ、右にハフェルツやってっからさ、最初ね。だからね、ちょっと国体の話でもしようか。皆さん、国体お疲れ様でした。参加した方も見た方も、あと、見てない人もいるかもしれないけど、国体っていうのがあったんですよ、茨城で。茨城で国体じゃあ国体とは何ぞやって感じなんですけど、運営2020で、コープ。だから都道府県から、全国の猛者を集めて、コープモードで、一番を決めるっていう大会がありましてね。いや、本当にお疲れ様でした。僕、風邪ひいてたんで、もう、あーみんなみたいな感じで言って、何人かに風邪を移してきました。すいませんでした。うん、本当にね、でも風邪ひいてたけど、本当行ってよかったなって思いました。正直、いや、相手もハフェルツいる。危な！そう、こういうのが強い、マジで。ハフェルツミドルもあるし、ライジングシュートもあるから。で、まあいいや。で、国体の話なんだけどね、本当みんな輝いて見えた。もう本当みんなすごかったわ。あ、本当ね、風邪ひいちゃったプラスね、ちょっと出れなかったんで僕は、予選で負けちゃってね。まあ、残念だったんですけど、もう見てるだけでもめちゃくちゃ楽しかったですね。いろんな人と交流できる場だったんで、もうみんなに、お、エビちゃんエビちゃんエビプールですって言ったら、もうみんなね、こいつ何言ってんだみたいな顔で見てきたんですけど、まあまあそういうところもありますよね。本当にオフライン、このオンラインではね、こんな、どうも、エビプールですとか言ってたのに、オフラインだと、みたいなね、そういう人もね、いっぱいいるからね、うわ、これミス、こういうとこ、ほんと相手のハフェルツに分からせられてくる。ほんとにね、日和がちだからね、ほんとオフラインは。オフラインでもうほんとに、ほんと、あ、どうもどうも、エビプールです、あエビプールです、と、こんちょこんちょ、みたいな、エビちゃびちゃちゃーとか言ってたら、ほんと頭おかしい人なんで、もうほんと謙虚にやっていきましょう。で、ここでデブライネと。デブライネのシュート、これね、多分ね、今作、シュート入らんっていう人は、あれ入んないんで、ちょっとあれは気をつけてみましょうね。この斜めの45度ぐらいの角度からのシュートはあんまり入りませんね、あれ。インサイドで蹴るんですよね、ああいうの。なんか知んないけど、インサイド、アウサイ、ウォー、って歌が2011であったんだけど、ほんとインサイドであそこ蹴るんで、ちょっと困っちゃいますよね、ほんとに。インステップで蹴ってほしいんですけどね。何なんでしょうね、本当に。結局何が言いたいかっていうと、あそこのシュートは、45度からのシュートはあんまり入んないんで、一回シューキャンとかしたり、あと一回中に切れ込んで打ったりした方が絶対精度高くなるんで、で、今作さ、相手そんな寄せてこないからさ、若干余裕あるんだよね、あそこで。ちょっと、クイッて言っても、そんなに取られないから、多分だからこれは、多分ね。うん。だから多分ね、あそこは、多分何回行ったでしょう、4回ぐらいかな。だから多分ね、本当にあそこはなんだっけ、やべ、風邪ひいてるから喉やべ、デリフトーっていうね。で、あそこは一回ね、中にこう何切れ込んでからシュート打った方が多分入りますね。はい、っていうことで追いつきました。
今の場面は、ロナウドがムービング入れて、相手のセンターバックが足元ケアしてくれたんで、そのままフラスルドーンってことですね。今まで、ゴールデンコンビとか言ってるのに、ディバラとロナウド活躍してません。これはやばい、本当に。こいつ動画詐欺してる、こいつサムネ詐欺してるぞって言われかねない。マジでやばい。本当これからどうなっていくの、この島はっていう感じですね。で、ここは、ここね、ここ見てください。このデブライネ走って、このディバラのタッチ。このディバラのスルーパスから、ここ、リターンで、はい、ディバラと。このシュート入るんですよね、ディバラ。マジでね、シュートめちゃくちゃうまいし、で、メッシと何が違うのって言ったら、こいつキック力あるんですよ。メッシよりも。だからね、結構ああいうね、長い距離、ミドルシュートが入る。ワンタッチシュート持ってるんで、本当に、結構キック力大事なんですよね、このタッチ。ミドルがね、入りやすい、入りづらいってね、キック力だと思うんですよね。はい、ここで気づきました。すいません。はい、ここでなんかもう、これぐらいの速さで、変えとけば、バレないやろ、みたいな感じで、一瞬で変えましたね。すいませんでした、本当に。本当にね、風邪ひいちゃってさ、俺ね、なんだろうね、めっちゃ風邪ひくと、長引くんですよね。なんか普通の人だったら1日で治すものを、俺の場合、1週間ぐらいかけて治すんで、風邪はね、俺もう嫌で嫌で仕方ない。本当に仕事もね、もう迷惑かけちゃうし、なんだろう、いろんな人に風邪移しちゃうし、だからね、本当ね、風邪はね、本当ダメなんだよね。多分、体が弱いんだと思う、基本的に。本当、根安低いんだと思う、俺。で、ハフェルツ。いや、これ何がダメだったんだろうな。ハフェルツ、ゲージかな、ゲージがもっと強ければ入ったのかな。ワンタッチシュート持ってるから、あそこ決めてほしかったっすね。で、デブライネ。てかもう久しぶりだな、動画1週間ぶりぐらい、ほんとすいません、改めまして。ほんと、風邪ひいちゃってね、なんもできなかったんで。ほんと、動けなかったもん。ほんとになんだろう。硬直してた。なんだろうな。こう、スルーパス、ユーレ2000で、2020で表すと、この、なんだろうな。スルーパス出された時のディフェンダーみたいな感じだった、家で。ほんとに。動きたくても全然動けなかった。マジで。ほんとになんかね、だから、ちょっとね、風邪ひくと多分みんなわかると思う。こいつらの気持ちが。風邪ひいてるって思えば、多分結構変わってくる。ここがハフェル、このハフェルツの強さ。このハフェルツの強さよ。あのミドルが入るんですよ。あそこはね、早めにムービング入れといて、もう、ハフェルツのミドルシュートって感じですね。で、何の話してたっけ？そうだ、風だ。そうそうそう。なんかさ、事故起きるじゃん。事故いっぱい起きると思うんだけど、なんだろうな、みんな風邪ひいてるって思えばなんとかなんない？実際。みんな風邪ひいてれば、まあ、だから、風邪ひいてたのかなみたいな。こいつらちょっとまあ風邪ひいてたんだろうなみたいな気持ちで、多分ウィレ2020やれば、多分ね、なんとかなると思う。本当に。そういうね、なんか何、いっぱいあるからね、そういうなんか、これ、なんクソゲーじゃなくて、風邪ゲーってことで。多分ね、風邪ゲーみたいなところあると思う。本当このゲーム。だから本当にね、コンディション安定度はめっちゃ大事だから、みんな本当、今ね、季節の変わり目でさ、なんだろうな、めっちゃ俺の職場もさ、風邪ひいてる人いっぱいいて、なんかもう本当に、あ、俺悪くなかったんだなって思った。俺のだけのせいじゃなかったと思った。本当に、俺がめっちゃ、その、体調管理しっかりしてないから風邪ひいたんじゃなくて、単純に、なんだろうな、もう風邪が今、この世界に充満してるってことがよく分かったから、まあよかった、本当に。本当皆さん気をつけてくださいね。はい、っていうことで、戻ってきましょう。ちょっと守備のこととか全然言ってないけど、なんか最近守備のこととか言ってもみんなわかんのかな、もう見とけばなんか、あれかな、俺ね、ターゲットガイドってあるじゃん、ターゲットガイド。あのさ、過疎チェンした時にさ、ここに動きますみたいな、あの、ターゲットガイド。あれさ、邪魔で仕方なくつけてないんですよね。そっちの方が多分見やすいよね。ほんとに。あ、ちょっと待って、ここ来るからね。うえカットっていうことで、やっていきましょう。で、なんだっけ、やばい、俺自分でも思うんだけど、動画出しててさ、なんだっけっていう率がめっちゃ高い。うん、まあいいよね、本当に。なんかね、本当に異常にね、なんかいろいろ喋りすぎて話が分かんなくなる。本当に困ったもんだと思う。俺これストリーマーじゃないけど、 YouTuber として大丈夫かなって思うね。で、こういうとこ今見ました？ハフェルツフィジカル強いんで、あそこゴリゴリ行くんですよ。で、このディバラのこの見事な斜めランからのニアディバラ、焼肉のタレって、確か誰か言ってたんだけど、あんまり好きじゃないから俺はあんま使わないかな。ってことで、4点目っすね。まあ、ディバラほんとああいうね、絶好調だとね、オフェンスセンスもそんな高くないんですけど、まあああいうね、臭い動きしてくれるんで、しっかりね、でしかも右足でもね、右足っていうかシュート精度も高いから、ああいうのしっかり決めてくれる。だからやっぱディバラは、
やっぱり今回ゆうべの CS ガチャでロナウド当てなかった人は全然ディバラ当たったら当たりだと思っていいと思いますよ。こいつミドルもすごい決まるし、あとねダブルタッチも持ってるし、普通に強いと思いますねディバラは。ってことで試合に戻っていきましょう。ここなんだっけ、ハフェルツの動きずっと見てるんですけど、ハフェルツがねちょっとここなんか足元ケアして、このあ、こうロナウドだった、やべえ、でロナウドとハフェルツめっちゃ似てんな、背格好似てるからさわかんないわマジで。でここデブちゃんから、あーこれなー、これ惜しかったな、あーマジで惜しかった、あそこのスルーパス強いと思ったんだけどね。うわー、ラグビーしてる、楽しそうだな。ラグビーといえば日本強いっすねめっちゃ。いやすげえわ本当に、俺ラグビーさ全然見たことなかったんだけどさ、結局見てないんだよね結局この盛り上がりの中全然わかんなくて見てません、本当に申し訳ない。でここはキリアン変えて、でここでもハフェルツ氏はお役ごめんかと思ったら、やっぱりねゴールデンコンビなんでね、ここはしっかりね使っていきましょう。あれちょっと待って、ああよかったよかった、俺ここさカットしなくていいかなと思ってさやってたんだけどさ、なんか全然いかないからさカットした方が良かったかなと思ったんだけど、まあ、大丈夫だったわ。ってことで右にハーリットで、あとねコラシナツ強いから、こいつマジでコラシナツさフィジカル95を超えてて、アグレッシブネスも95を超えてるんで、おい走れハフェルツ、おいもうほんとマジでコラシナツマジ途中から出してウィングで使うとマジで早いっていうかマジゴリゴリ取ってくれる。でこのディバラの神パスやばいよな、焼肉のなんだろうな、焼き加減しっかりしてるって感じだね。多分ディバラは焼肉うまいと思うマジで、焼き加減のプロ、そういうのなんて言うんだっけ、焼肉の大将だっけ、あれなんて言うんだっけそういうの、なんか鍋奉行か、そう焼肉奉行だ多分ね、ディバラは焼肉奉行なみたいなところあると思う。いやーマジでこれで5対1ですね。このコラシナツ、このフィジカル、この見ました、このフィジカル触れただけでもうみんな吹っ飛ばすみたいなところあるからこいつ、まあ、これ間違えました。ね、なあれさ修正入ってほしいんだけどさ、シュートストップというか四角と×で周拳じゃなくて足元に収めるやつあるじゃないですか、あれなんかシュートになりません、この策なんか自分がさ使いたい時にさあれシュートになるからさすげえ嫌だ。結構多用してたんですよ2019だと、てか多用してる人多かったと思うんですけど、なんかねあれダメなんだよね。でここもねディバラ強いのがこのダブルタッチ、こいつ細かくて強いんですよ。これもね相手がまあうまくマニキュアしてたから外しちゃったけど、マニキュアしてなかったら1点でしたね本当によいしょ。で、カフェルツからディバラ、いやー、ここだー、斜めに入れるんじゃなくて、縦に入れてれば入ってたかもしんないね。マジでね、風マジ地獄。やばいわ、マジで。よし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 、ナイスナイスナイス。ハフェルツからこのパス。このパスでディバラキープ、ここエンゴロカンテからハフェルツから、まあ、デブライネじゃなくてハーリットから、ここからキープ、このフィジカル、根下で、まあ、最後はムーアップですね。ハフェルツが強いのはあそこなんですよね。でかいし、フィジカルがあるから、あそこなんか体入れられて取られることが、まずない。しかも絶好調だから、この試合絶好調だっけ、まあ、今週 A だからさ、めちゃくちゃ強い、ああいうとこが。いや、ここいいパスだね。で、ムーアップから、ここ三角で、はい、ディバラですね。ディバラマジで強い。動きも臭いし、この試合ハットトリックかな。マジで強いわ、ディバラ。だからマジで、来週も多分、インテル戦でめちゃくちゃエグいミドルというか、ミドルではないな。ま、また抜けた、めっちゃエグいシュート決めてたから、来週もね、A の可能性あるんで、まあ、ディバラ持ってる人は、これレベル確かね14ぐらいなんだけど、もうどんどん使っちゃっていいと思いますよ、マジで強い。ただ問題は多分メッシがね次あれなんだよね、ライブアップでめっちゃいいから、もしかしたらディバラの出番はないかもしれない。それは悲しみ。でムバップニア、いやー入んないかいやーなんかあとこういうのもあるよね、なんかすり抜けるやつ、なんかおボール取ってくれるかなと思ったら、なんかそのままコンビニに出向くみたいなさ動き多いよね。あれもちょっとストレスの要素になるかな、はぁってなるよね普通に。いやー86分か、
まあ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 、この試合は、まあ前半で、前半じゃないな、4点目決めたら、もう勝ちみたいなところ、あ、これマジでひよってる。こう、ひよったっていうか、なんか普通にあの、カンテかな、カンテに出そうと思ったのになぜかあそこにサーチが行っちゃうっていうね。困ったもんだ。やべ、マジさ、もう本当に何回風って言えば分かるの、やばいの。これ来た。いやー、惜しいな。いや、マジでさ、風をさ、こう、引いてるとさ、なんかもう途中からもう今疲れてるもん。久しぶりの動画っていうのもあるんだけど、もうなんかめちゃめちゃ喋るの疲れてる今。これファール？あ、オフサイドか。いや、本当にマジでね、もういつもいつももっと喋ってると思うんだけど、今回はなんか全然喋ってない感じするから、すいません。ということで、あ、久しぶりの動画でしたが、無事7-1で勝てましたということで、相手もハフェルツ決めてましたね。いや、マジでね、ハフェルツね、ミドル本当えぐいからね、シュートがえぐいんですよマジで。いや、これうまかったな。あそこの軸裏ターン強いんですね。ちょっと学んでいきましょう今の軸裏ターンは。これもまあ事故なんですけど、まあ、ハフェルツのこの決定力とシュート力がもうえぐすぎマジで。で、これは、あ、これはあれですね、これ面白かったな。このデリフトのオンゴールマジで草やけくそやんけっていうこれあれかな、入力斜めに入れてなかったのかな、まあ、けどたまにありますよね、ああいうクリアしようとしたらあっちにクリアするみたいな。で、これはね、このディバラから、あ、このディバラとね、ロナウドからディバラと。いやー、てか久しぶりだけど、まあ動画は普通に明日も FP、まあ明日ちょっと仕事なんで、あの FP ガチャはちょっと配信でやろうかな。家帰ってきたら配信でやろうかな。また1時ぐらいからやろうかなと思うんですけど、まあよければ見ていただければなっていう感じですね。いやー、これ強いな、マジで。いや、明日何が来るんだろうなー、マジで。楽しみだなー。いやー、けどなんかなんだっけ。まぁ、あ、ちょっと一週間ぐらい空いちゃって申し訳なかったんですけど、まぁ、あ、普通に、来週はまぁ風邪治ってると思うんで、さすがにこれからぶり返すことはないと思うんで、そしたらまた週に4回から3回ぐらいは動画出していこうとは思ってるんで、すいません、皆さん。忘れないでください。エビプール忘れないでください、マジで。まあ、出すんで、まあ、ぜひぜひ見ていただければなとは思いますね。あと、まあ本当に何回も言うけど、本当この時期は体調管理にはマジで気をつけていきましょう。本当に季節の変わり目だから風邪ひきやすいと思うんで、気をつけてください皆さん。いやー、本当に疲れたわということで、今回はこの辺で終わりです。ほんと久しぶりでしたけど、なんとか動画撮れました。よかったら高評価、チャンネル登録していただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。ということで、レートも、1238ぐらいまで上がってきましたよと。じゃあ、バイバーイ。